白山市一木地区の盆踊り大会です。伝統芸能、通称一木ジョン柄扇踊りの後継者が育たないのが保存会の悩みの種です。年1回、子どもたちを公民館へ集めて扇踊りの練習会です。指導は保存会の川崎さん。川崎さんは子どもへの指導力抜群です。保存会のメンバーや子ども会指導者が手伝います。この年から始めた練習会は定例となり、毎年続けてきました。盆踊りを前に、囃子方も音合わせです。しかし、囃子方の後継者も何とかしなければという思いがありました。やがて大人の願いと懸命な指導が実り、子ども囃子方も誕生しました。敬老会では新しい法被姿の子どもとお囃子が一体となって披露できました。お年寄りの皆さんもフレッシュなエネルギーをいっぱい受けたことでしょう。恒例の盆踊り大会です。子ども囃子方も櫓の上から力強く演奏します。一木少年会が3年がかりで養殖を試みたカブトムシが大量発生しました。自然に親しみ、動物の命を大切にと子どもたちに飼育を進めました。カブトムシの話を聞いた蓮川さんがメダカも子どもたちに分けることにしました。蓮川さんは自宅の横の岩を囲み、水と温度管理を工夫しながら養殖をしています。宮島さんはひょうたん作りの名人です。後継者を育てたいと子どもたちに苗を分けることにしました。源さんもひょうたん作りを手伝います。苗を植えてからの管理が大切です。収穫したひょうたんの後の処理を説明します。最後に紐をつけて完成しました。純国の日という中根日です。田中さんは地元の歴史に詳しい町の先生です。子どもたちは聖徳太子の銅像の写生を始めました。地域の名所を絵で残そうという行事です。地域の歴史や文化の知ろうとウォーキングも開催しています。
コーディネーターも田中さんです。各場所で歴史や文化など由緒の説明をします。こんなウォーキングもありました。ハウス栽培をしている北村さんの行為でフルーツトマトを参加者に配ることになりました。今度は柿を揉む体験です。徳田さんは揉み方の説明から始めました。自然の素材を使った世代間交流ものづくりを振り返ります。竹とんぼは一木少年会の発想で始めました。宮丸町の大人たちの指導で竹馬作りです。工具の使い方を教えます。12月に入り、毎年ミニ門松を作ります。団塊の世代の人たちが多い一木少年会が材料準備から組み上げの指導をしています。子ども料理教室は食生活改善グループの皆さんで毎年続けてきました。調理器具の基本を教えます。ゆっくりでいいよ。包丁の使い方です。3つなら切りやすい。真ん中と横に横に、そしたら豆腐はこうして入れたらこう手のして横に横に3つでないね。こう3つ、まだ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 手を落とそう。米の研ぎ方も教えます。おにぎりも握ります。ヘルシーになるよう混ぜるものも工夫しました。あれ、僕一番楽しかったの、福井市の東郷公民館と平成9年から交流を続けています。平成17年からは子どもの交流を始めました。毎年夏休みに各県交互に場所を変えて行っています。大人も参加して協力する県境を超えた世代間交流です。隣の柏の公民館とも白山市合併の年から子どもを主体にした体験活動や社会見学を行っています。鳥越地区でのそば打ち体験は2つの公民館混合グループで行いました。地域を超えた活動は互いに学び合う中から子どもたちの視野が広がり交流が深まる学びの場です。北陸街道桜祭り、白山市発足を機会に立ち上げました。祭りには子どもの出番もあります。
地元手塚さん製作のミニ SL は大人気です。次の代を担う子どもたちに、地域の人たちのさまざまな取り組みが実りつつ、これからも子どもたちを育む活動が続きます。